はい、今日もあなたと百姓天国、本日は10月の27ということでね、日曜日はさ、イベントね、今ちょうどお昼をね、皆さん食べてもらってて、大体もう講座終わりなんですね。はい、ということで半日ね、今日はこうやってオーガニック飛行機のね、値立てをしたりしましてね、こんな感じでこうどうやるのっていう話をね、オーガニック飛行機栽培はこういうふうにやるんですよと、そのメリットっていう話をね、こうやってさせてもらったり、皆さんでね、人参の間引きをしたりね、いろいろ皆さんでしましてね、こんな感じで、頑張ってねやりました。今日はねお子さんたちも来てくれたりなんかして、ご家族もいたりね、こんな感じでハウスをね建てといてよかったですよね。はい、こんな感じでやってますんで、参加費をいただいたので、一応こういう大まけのね野菜なんかもありつつ、こんな感じで皆さんね、あの一応顔を皆さん出てもあのモザイクは嫌だっていう、そういうわけのわからない輩はいませんでしたのでね、良かったですけど、こんな感じで、ね、今日はねハウス建てといて良かったですよね。皆さん今日は満足していただけました？はい、大丈夫ですよね。あのこれから今日家に帰ってなんか5チャンネルになんか百姓の縁は最悪だったとか、そういう書き込みをするような人はいないですもんね。非常にあの良かったでしょうか。はい、あのいいですよ、5チャンネル百姓の縁は神だとか、そういういいコメントは書いていただいてもいいんですけれどもね。ということで皆さん、こういう笑顔でなんとなくいい回だったなっていうのはね、見てもらったら分かるかなと思うんですけど、なんか感想とかございますか？いや、ここでなんか言わないとなんかあれですよ、皆さんなんか百姓の縁が無理やり後で金渡してどうのこうのみたいな、そういうことはない。大丈夫でしたかね、勉強になりました？なりました。ありがとうございます。なりました？なりました。はい、無理やり言わせてる感じは伝わってないかなっていうね、ちょっと YouTube 上ではあれかもわかんないですけど、まあこんな感じでね、はい、あのわざわざ来ていただいてね、もしまた次とかやるんだったらまた来そうな感じですか、それとももう二度と来るかとか、そういうこと大丈夫そうですか？あ、お土産ついてますからね。これでつるっと、これでね、参加費とのバランスで帰ってね、今日家に帰って冷静になって、皆さんやっぱりちょっとおかしかったなみたいなね、そういうことにはならないかなと思ってるんですけどね。はい、こんな感じで、まあ、あいにくの天気ではありましたが、皆さんありがとうございました本当にね。はい、あのね、私もこうやってね、あのあんまりこう、あの専業農家としてね30年やってるとね、あのもうなんか頭の中ちょっとおかしな方向に行ってしまいますので、なかなかちょっとねあれでしたけれども、映りたいっていう少年が。あ、そうなの？今日こんな、え、農業やりたいの？興味あるんだ。あ、そう。あの、いや、いいんですよ。あの、農業はやらない方がいいと思いますので、しっかり勉強して、いい大学入っていい就職をしてほしいなと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上です。